ないといけないのにまだ眠そう。昨夜遅い時間まで起きてたからね。春眠暁を覚えず寝ぼすけ女王決定戦寝起きオープン千葉 2400m スタートしました。レースに勝利し歌詞の女王の栄冠に輝くのはどの馬だ。好スタートを切ったのはやはり1番人気4番早く起きないと。しかし寝不足の若き牝馬には過酷なレースとなるでしょう。2番手1馬身差で8番あと5分、さらに1馬身差で3番このまま二度寝が続く。2コーナーを回りバックストレッチ、外から5番この音イラつく、他にもあったであろうアラーム音、ここまでイラつくアラームを選ぶのも決意の表れ。どうして目が開かない、3コーナーを回りレースも佳境、睡魔からの逃げ切りを図る早く起きないとが先頭、2番親戚に不幸がと10番おばあさん助けた、13番向かい風強くてという言い訳集団が続く。おっとその後ろに14番世界救ってきたもいるぞ、もはや言い訳になってない。現実に引き戻されようとしているのか、依然先頭は早く起きないと。上がってきたのは7番メイクの手を抜けば、続いて6番朝ごはん抜けば、半馬身置いて11番全力立ちこぎ、今起きたらいいのに、そんなことは分かっている。さあ第4コーナーを回って最後の直線へ。おっとスマホを落とした、ベッドの下を見回すが見えない位置だ。ここで早く起きないとかわして9番勝手になっててが先頭に躍り出た。合わせて伸びてくるのが集団で控えていた言い訳集団、2番親戚に不幸がと10番おばあさん助けた、13番向かい風強くて、そしてまさかの世界救ってきた、これは大波乱か。アラーム止まった、デジタルガジェットとの仁義なき戦いは人類の勝利。ラスト 100m で親戚に不幸がとおばあさん助けた、そしてまさかの世界救ってきたが並ぶ大接戦、栄冠をつかむのはどの馬だ。早く起きないと遅刻するよ。なんと一度は先頭を譲ってが優勝したのは4番早く起きないとだ。毎朝ギリギリの娘に業を煮やした母親がついに鞭を入れた。さあものすごい展開だったと思いますが、解説の犬塚さん、このレースはいかがでしたか。いや毎日バタバタと飛び出していく娘に呆れていたみたいですからね、無理やりめくり上げるという力技で布団もレースも一緒にひっくり返しましたね。4番早く起きないと、最後の最後で底力を見せ寝起きオークスを制しました。